Friday. だげ、 時間食っちゃったよ。 勝負っす。お。ふん。 千代だ。ん？
だせえな。なあ、思いっきり行くぜ。テンション上げていくぜ。
切り行くぜ。テンション上げていくぜ。思いっきり行くぜ。
ってやんよ。テンション上げていくぜ。思いっきり行くぜ。Yeah!
テンション上げていくぜ。思いっきり行くぜ。やってやんよ。テンション上げていくぜ。
切り行くぜ。テンション上げていくぜ。
ション上げていくぜ。やってやんよ。テンション上げていくぜ。
思いっきり行くぜ。
おい。なあ。姉ちゃん。
天沢、ケント、なるほど。ねえ。わかった。八神さん。ああ。糸倉さん、
ええ。実は、はい。なるほど。うんうん。ですが、
つまり、はい。わかった。天沢、実は実は、ええ、いや、察するに、まさか。ええ、天沢、実は
なるほど。天沢、ええ、ええ、まあ、起きてがわ。いや。
おいおい。もう。マジかよ。ねえ。沖手川。最適解だ。八神さん。ああ。よし。
これだ。よっしゃ。よっしゃ。見ざるを得ないね。よし。これだ。問題ない。よし。よし。正面ひどい。よし。よし。マジかよ。これだ。これだ。よし。やられたな。よし。ち。これはどうだ。マジかよ。よし。これはどうだ。いいね。立て直すんだ。これだ。よし。これだ。マジかよ。よし。行け。よし。なかなかの腕だ。マジかよ。これだ。やられたな。よし。これだ。いけ。ボンミスだ。よし。最高の気分だぜ。みんな、いや、クソ、はあ、偉そうに。出たよ。はあ？なあ。僕、頑張ります。はあ、少しいいか。お、みんな、
八神さん。なあ。あ、その。いただきます。おうめえ。うん、悪くないじゃん。さくら君どうした？僕中学の時ずっと友達いなくてぼっちで、ご飯だっていつも一人で食べてたんです。マジで？はい、一人で食べるのが惨めで、便所飯をしようと思ったこともあるくらいです。食事中なんだけど。だから僕嬉しいんです。こうしてみんなと友達みたいにご飯が食べれて。友達みたいじゃないよ。友達だよ。車崎先輩。嬉しいです、僕。やれやれ。ほら、ハンカチ、ラーメンがしょっぱくなるよ。糸倉先輩。げ、きたね。なあ、それ持って帰っていいから。ありがとうございます。椅子を大切にします。みんな、また来ような。高森、はあ？何？チッ。起きてが。なあ。八神さん。いいですか？Yeah.
八神さん。ああ。いえ。
これだ。よし。マジかよ。これだ。立て直すんだ。いいね、よし。いいね。よし。これだ。よし。これだ。認めざるを得ないね。よし。問題ない。よし。よし。いいね。よし。なかなかの腕だ。マジかよ。ポイントだ。最高の気分だぜ。八神さん。ああ。いえ。
いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとうございます。八神さん。ああ。いえ。いいね。いけ。よし。もうダメだ。いけ。やばそうだな。やばいな。よし。やられてない。よし。いいね。いいね。
っしゃ、ダメだ。よし、やられてたまるか。まだいけるぞ。よしよし、限界だ。やられてたまるか。よっしゃ、いけ。まだいけるぞ。よし、やられてたまるか。いけ。いいね。最高の気分だぜ。その、起きてが。実は、え、なんだ。違うよ。お、なんだ。はあ、そのごめん。車崎、八神さん。おう。
死ぬ。よし。よし。マジかよ。立て直すんだ。よし。やられたな。これだ。よし。マジかよ。いいね。行け。これだ。よし。認めざるを得ないね。なかなかの腕だ。いいね。よし。よし。よし。それひどい。やられたな。よし。損害を報告しろ。よし。これだ。やられたな。よし。マジかよ。よし。よしだ。これだ。よし。やられたな。よし。よし。マジかよ。いいね。傷がひどい。よっしゃ。最高の気分だぜ。八神さん。おう。
いらっしゃいませ。ありがとうございます。八神さん。おう。マジかよ。これだ。よし。問題ない。よし。立て直すんだ。よっしゃ。ひどい。これだ。損害を報告しろ。なかなかの腕だ。よし。いいね。よし。やられたな。これはどうだ。よし。よっしゃ。よし。障がひどい。認めざるを得ないね。よし。これだ。問題ない。よし。よし。いいね。これだ。いいね。よし。よし。これだ。これはどうだ。よし。マジかよ。やられたな。よし。マジかよ。よし。
最高の気分だぜ。八神さん。おう。悪くないぞ。行け。ほれ。よし。いいね。まだ行けるぞ。いいね。
よし、いけ、うわ、いいね、やられてたまるか、やばそうだ、よし、いいね、よし、やられてたまるか、いけ、よっしゃ、ダメだ、いいね、最高の気分だぜ。八神さん。おう。程度マジかよ、いけるぞ、マジか、いいね、いけるぞ、よし、よっしゃ、こんなダメージいいね、気合いで、よっしゃ、よし、この程度、いいね、やられたな、いいね、よし、いけるぞ、よっしゃ、よし、これ以上はまずい、ダメージ気合いで、よっしゃ、ちこの程度、マジかよ、いいね、よっしゃ、いけるぞ、いいね、死ぬのか、よしも仲間を、こいつ、よっしゃ、気合いで、よし、いいね、いいね、いけるぞ、やばそうだな、よしも仲間を、この程度、いけるぞ、これ以上はまずい、
すまないみんな。八神さん。おう。よっしゃ、死ぬのか。いいね。よし、いけるぞ。いいね、いけるぞ。やられたな。よっしゃ、気合いで。最高の気分だぜ。まずいな。おい。マジで。おい。いや。
の程度。やられたな。いけるぞ。いいね。よっしゃ。よっしゃ。散るのか。クロス。よし。こんなダメージ。気合で。くっしゃ。いけるぞ。いいね。僕も仲間を。よっしゃ。この程度。いいね。クロス。マジかよ。よっしゃ。気合で。まずいな。この程度。マジかよ。いけるぞ。これ以上はまずい。やられたね。よし。いけるぞ。やばそうだな。いいね。いけるぞ。よし。ダメージ。気合で。最高の気分だぜ。何だと？なあ、八神だ。さん。おう。
甘い。時は来たる。行くぞ。はあ。はあ。はい。行きますえ。Round one. Ready? Go!
Thank you.
静かだな。ここで乱闘があったんだろ。ああ、もう何事もなかったみたいだね。沢先生、俺です、八神です。どうした？鍵がかかってない。え？沢先生、おい、タモ！八神の前に突然降りかかる清涼高校教師沢陽子の死、彼女を殺害した RK 相馬の目的は偉人町の便利屋桑名を捕まえることにあるようだった。偽名を使っていたという桑名の正体をめぐり、八神は底知れない闇に直面していく。はい、わかりました。なるべく部屋の中のものには触らないと。この部屋の中で待ってればいいですか？今現場にいるのは僕とあと二人、河村町の探偵で八神さんと海藤さん。何日か前からうちを手伝いに来てもらってるんです。はい、わかりました。警察すぐ来るって。そうか。先生を殺したのは相馬だ。あいつ先生には用はないって言ってたのに、なんで沢先生が巻き込まれなきゃなんねえんだ。それが知りてえなら、俺らは探偵だ、タボ。普通の仇には見えねえものが見える。気づかねえことに気づける。今がその力を発揮する時なんじゃねえのか。そうかもね。この現場で問題なのは誰が先生を殺したかじゃない、なんで彼女が殺されなきゃならなかったのかだ。沢先生はどうやら便利屋の桑名と知り合いだった可能性が高い。だから桑名を追ってた相馬たちはここに押し入った。となるとこの部屋で探るべきは先生の交友関係か。その中に先生と桑名との接点が見つかるかもしれねえ。ああ、ただその桑名っていうのも偽名だったらしい。本名は確か北方だ。相馬がそう言ってた。目につく傷はここだな。どう、海藤さん、
小さい傷だが、長い針みたいので突き刺された感じが。多分アイスピックだ。相馬が先生に突きつけてた。怪しいな。スマホだ。これ沢先生のか。そうらしいな。部屋に押し入った RK の奴らが取り上げてここに捨てといたってところか。どうする？メールとか通話履歴見てみるか。そうだね。ダメだ。暗証番号でロックされてる。すぐには中を見れそうにないな。もうすぐ警察も来るだろうし。じゃあこのままほっとくのか。残念だけどね。他の手がかりを渡ろう。だな。これは。ねえ八神さん、それ沢先生が高校生だった時の卒アルだよね。黒川学園の。なら間宮結衣とかいじめ加害者の河合なんかも写ってるんじゃない？ああそうだな。そのはずだ。血が跳ねた先にそんなのがあるなんてね。僕らに手がかりを教えたかったのかな、沢先生。どうする？アルバム中を見てみるか。いやでも殺しの現場で物を動かしちゃまずいか。見るなら早くしないと。そろそろ警察が来ちゃうよ。じっくり見る暇はないってことか。となると、このアルバムは一旦預からせてもらおう。警察には後で渡す。ここでやらなきゃもう俺らがこの部屋に入れることはない。一旦預かるっていいの？それっていいわけねえだろ。それでもやるんだよ。黒川学園の卒業生らには三越葉殺しの件で不審な点があるけど、今そう考えてるのは俺らだけだ。警察がこのアルバムを見たところで何も引っかからないかもしれない。ああなら俺らが持っとくべきだな。多分沢先生もそう言ってるんだ。考えてる時間はねえぞ杉浦。警察の相手は俺らでやる。お前はアルバム持ってすぐここを出ろ。僕が泥棒する役？役じゃねえ。お前もともとカムロ町の窃盗団だったろ。そういうこと言うんだ。はいはい分かったよ。
あ？なるほどな。すると名探偵、お前さんが思うに沢先生を殺したのは相馬和樹、神室町の RK って半グレグループのリーダーです。そうかい。じゃあそれで一件落着だな。そちらはこの現場をどう見てるんです、鍋さん。慣れ慣れしいぞ。あんまり調子に乗るな。沢先生の部屋には無数の男たちが押し入った足跡がある。お前らも含めてだがな。まずは足跡の分析、周辺防犯映像の解析、目撃情報の聞き込みをして俺らは押したちを絞り込む。もちろんその RK も調べるよ。ご協力に感謝だ、八神探偵。さっき検視官がその部屋に入ってったみたいですけど、遺体を見てたんですよね。ああ、とりあえずざっくりの状況だけな。この後沢先生の遺体は司法解剖に回される。そのざっくりなところで死因と死亡推定時刻は。死因は首の後ろ盆の窪へのひと突き、アイスピック状の凶器によるものと考えられる。遺体は死後3時間程度とのことだ。3時間？じゃあ俺がスマホ越しに彼女を見た後すぐだったんだ。Thank you.
ナベさん、警察はすぐに相馬を手配するべきです。相馬ってのは今警視庁に紹介中だ。顔写真もねえのに手配もクソもねえだろ。じゃあ街に出てる半グレっぽいのに片っ端から職質するのは、ここらで見慣れない顔がいたら RK のメンバーです。気持ちはわかるが、そう熱くなんな。それより俺は便利屋の桑名にも興味がある。偉人町じゃ古参の住人だ。あいつがなんでカムロ町の半グレに追われてた。おまけに桑名ってのも偽名だって。沢先生とはどういうつながりがあった。それ全部知りたいですよ、俺も。肝心なとこの情報がねえんだな。あ、今日も帰っていいよ。ただしいつでも連絡が取れるようにしといてくれ。いいんですか、鍋さん。ああ、こいつらは首はつけない方がいい仕事するタイプだ。口は悪いが人見る目はあるな、あんた。なんだよ。鍋さん、江原のことは聞いてこないんですね。俺この間拘置所で接見してきましたけど。ああ、あの件な。江原が三越場を殺してる動画が出てきましたよね。俺はその件で沢先生と話そうとしてたんです。つまり今回の沢先生の事件と三越場殺しには何か関連があるかもしれません。なら江原から何か情報を引き出せるんじゃ。なのにあいつにはもう興味なしですか。俺らはもう江原にだけは触るなと上から言われてる。もし奴を三越場殺しで調べるなら、その前に判決の出てる痴漢の有罪をひっくり返せたとさ。そんなの警官の立場でできるわけねえ。おかげで三越場殺しの調べはもう誰にもやる気がない。うちも警視庁も検察もだ。捜査ってのは刑事にやる気がなきゃやめてもいいわけですか。解決の見込みがありゃ今からだっていくらでもやる気出すけどな。江原が怪しいのはみんな百も承知だ。それでも触るなと言われてんだよ。そういう事件は俺ら現役バリバリがやる仕事じゃねえ。署の片隅で塩漬けにされるんだ。じゃあこの沢先生の件も同じことになるかもしれませんね。おい、口に気をつけろよ。これその目つきは俺らにじゃなくもっと他に向けてくださいよ。臭いもんへ蓋しようとしている上の人たちに。なんだと。よせ桜井。本当に急なことで、私も先生方もまだ詳しい状況を警察から聞かされてはいません。沢先生がその何らかの事件に巻き込まれたということで、皆さんにもマスコミのマイクが向けられるかもしれない。でもどうか相手にしないようにしてください。私たちはまだ何も知らない状況だし、皆さんがマスコミに何かを説明する義務は一切ありません。今はただどうか沢先生のご冥福をお祈りしてください。どうかどうか。では3年生の端から順に教室に戻りなさい。あの矢上さん、理事長からもし学校にいらしてたら矢上さんとお話ししたいと。沢先生のことで。わかりました。理事長室ですか。ええ、よろしくお願いします。
八神さん。ああ、いや。驚きました。沢先生のこと。うん、そうだよな。八神さんは何かご存知なのですか？現場に居合わせた。俺が第一発見者だったんだ。え？犯人はまだ捕まってないけど、誰がやったかは分かってる。私も何かお力になれますか？事件の情報さえ教えていただければ。いや、ダメだ。こっちは危険すぎる。お前を巻き込むわけにはいかないよ。ですが。沢先生の件は俺に任せてくれ。お前にだってやるべきことはあるだろ。八神さん。はい。なんだよ、そんなに落ち込んでると自慢の推理力が鈍っちゃうんじゃないか。なるほど。ええ、そうですね。そんなことになってしまったらミスケンの活動に支障が出てしまいます。ああ、だからマサは、俺とお前はいつも通りで行こう。ミスケンのみんなにもそう言っといてくれるか。そうしてもらえると助かる。はい、わかりました。どうぞ。来てくれましたか？ええ、もちろんです。おかけになってください。刑事さんから聞きました。沢先生の第一発見者があなただったと。そうです。あなたは事前に沢先生の身を案じてました。私には見えないものが八神さんには見えているんですよね。そのつもりでいました。でも見えていたつもりのものが全然違ってきていたり、俺にもまだ消化できていないことが山ほどあるんです。それは例えば何です？偉人町の便利屋で桑名という男がいました。事件の直前、俺はそいつと沢先生の自宅前で鉢合わせています。ではその人が犯人ということで？そうではないと思います。ただ桑名をめぐったごたごたに沢先生は巻き込まれた可能性があります。実は桑名というのは偽名で、神室町の半グレたちに追われていました。 RK というグループで数日前には河合というチンピラを探していたんです。河合は13年前沢先生の高校時代の同級生でした。どうやらもう私には理解できません。
あなたが今日まで調べた情報量は生半可じゃなさそうだ。でも私はもう限界ですよ。方々からの問い合わせにマスコミ対応です。この老体には答えますよ。お察しします。でもやはり一番きついのは若い人たちが次々に犠牲になっていることです。三越馬君の死体発見に江原さんの殺人動画流出、そして今回の沢先生の事件です。私はそれらが別々の事件だとは思いません。どこか深いところで根っこがつながっているんじゃないでしょうか。俺もそう思います。もしその根っこを掘り出すのならどれだけの土をかき出せばいいのか想像もつきません。それでも八神さん、あなたには最後まで掘り続けることをお願いしたいです。そして沢先生の無念を晴らしてくれますか。あんないい先生がなんで。まだこれからだったんですよ彼女は。なんでこんな、あんまりじゃないか。今はまだはっきりした手がかりがないんです。だから根っこを掘り当てられるかはお約束できません。ただ誰が何を言っても何人で止めに来ても俺は掘り続けます。そうですか。ここ数日は本当に悪夢のようでした。だから久しぶりですよ。いいニュースを聞いたのは。俺も話せてよかったです理事長。あとは沢先生の2年2組が心配です。八神さんもよくご存知の通り少し不安定な子たちがいますから。また今回の件で例のいじめが再燃したりしないか。甲田さんのことですよね。わかりました。俺も学校にいるときは気にかけるようにしますよ。どうぞこれからもよろしくお願いします八神さん。もし私にもできることがあれば何でも言ってください。何としても沢先生の無念を晴らさないと。八神さんじゃないっすか。何しに来たんです。なんかおかしいですよね。八神さんが来た途端三越馬先生が死体で見つかって、次は沢先生が殺されちゃった、まるで疫病神みたいな。確かにそうかもな。みんなマジ神器臭くてだるい。沢先生って男子受けは良かったけど授業は程度低いし、
大して面白くなかったし、少なくとも私は全然一緒に泣けないっすわ。偽善者っぽい。三越柴先生の時はみんなはしゃいだりしてたくせに。おい、お前も黙ってろよ。は？せえぞ童貞。んだよ、こうだ。八神さん、私たちなら大丈夫です。今はわからないことだらけで、みんな不安定なだけ。でもだから、沢先生に何があったのか分かったときは、私たちにも教えてもらえませんか？優等生気取り、すかした顔しちゃって。何？どうしたんだよ、アカネ。お前変だぞ今日。前にも言ったと思うけど、俺は探偵でさ、三越柴博がなんで殺されたのかを調べてた。それで沢先生とも話してたんだ。彼女はその事件との関連で巻き込まれた可能性が高い。だから俺は先生のことも三越柴のことも絶対に全部はっきりさせる。いいよ、どうせネットじゃ三越柴先生完全に悪者じゃん。昔いじめしてたから殺されて当然だったって。そうだな。なら俺のレポートが聞きたくなったら、そん時声をかけてくれりゃいい。お前の抱えてるそのモヤモヤ晴らすには、俺の仕事は役に立てると思う。なんだよ探偵って。ああ、うさんくさ。あいつさ、アカネ、三越柴先生のこと好きだったんだよね。ノリも合ってたし、めっちゃ話してたのに、ある日どっか消えちゃった。仲良くしてたつもりが自分の一人相撲だった。おかげでモヤモヤしっぱなし。それで自分にブレーキがかけらんなくなってったんじゃないかなって。だから今までのこと許してくれって言ってるわけじゃねえよ。自分たちが許されないことしたってわきまえてんなら上出来だ。ごめんな、コーダ、これまでしてきたこと全部。彼女には一生許されないと思ってろ。それが当然なんだから。そうっすね。でもよく謝った。どうも。
要だ。勝負っす。ん？いいっすよ。なあ、ああ、敷島。いいっすよ。おい、
いや。上げていくぜ。
思いっきり行くぜ。しばらく寝とけっての。
したわ。ったく、時間食っちゃったよ。名前か。よしよし。なあ、ちょっといいか。は？バカ野郎！ああ。八神だ。八神さん。なんだって？ええ。あの、うん？実は、それって、ええ。
やるから。おっしゃ、攻めろ。Hit!
だいぶ様になってきたみてえじゃねえか。だろ？そろそろどうだ、押し切りとのスパーリング。バカ野郎、まだ早い。今の貴様じゃボコボコにされるだけだ。なら誰でもいい、強えやつとやらせてくれ。雑魚の相手ばかりじゃつまらねえんだ。相変わらず鼻っ柱の強え野郎だ。貴様は一度身の程をわきまえた方が良さそうだな。俺だけ！てめえが噂の新入りか。こいつは？鬼岳学院、八海戦のプロ。仇に見えないが。仇だぜ、今はな。王城会が解散しとる。それでうちに転がり込んできやがった。前科者でも腕っぷしさえあれば食っていける。ジャンプになれば贅沢もできる。それがこの世界のいいところだぜ。俺は登場界の鉄砲玉やってた。はじきとドスが俺の相棒だった。だが今はこいつが相棒だ。こいつがお前の血を吸いたがってる。やがみリングに上がれ。やり合おうぜ。ああ、手加減はいらねえ。本気で来い。八神、準備ができたら声かける。
カーコーナー鬼竹ジャーク。おっ、突撃させろ。うわっ、ダメだ。おやつろ。はっ、させろ。うわっ、あんたやるじゃねえか。あんたのパンチドスよりよっぽど響いたぜ。ふん、そうか。鬼だけ貴様、素人相手に何を隠す手がんだ。貴様もうすぐ10回戦だぞ、分かってんのか。こら、素人だと。八神は強いぜ。俺は負けたこと恥ずかしいとは思わねえ。恥ずかしくねえだと、この恥知らずが。貴様なんかやめちまえ、この根性らしく。
んだとてめえ、俺らの払う会費とファイトマネーで食っていけてんだろうか。うるせえバカ野郎、死ねえ。いて、いてえよ。ヤガミ。ああ。ああ。